日本語能力試験、語イトレーニング、N1。内心。顔には出さなかったが、嘘がバレないか、内心ではドキドキしていた。やる気。最初は気が進まなかったが、報酬がいいと聞いて、やる気になった。優越感。彼女は、周りの誰よりも歌がうまいことに、 優越感を持っていた。誇り。平和憲法を持っていることは、我が国の誇りだ。決断。経営状態が悪いので、役員たちは、会社の縮小を決断した。苦心。この肖像画では、モデルの優しさを表現するのに苦心しました。嫉妬。子供は、 生まれたばかりの弟に嫉妬して弟を泣かせた。絶望。すべてを失った彼は人生に絶望して自殺を図った。痛感。チームが連敗していることに対し彼は監督として責任を痛感しているようだ。潜入感。派手な身なりの彼女に 悪い先入感を抱いてしまった。過ち。彼は自分の過ちをなかなか認めようとしない。欲。欲を出して危ない株に手を出し、破産してしまった。内心。顔には出さなかったが、嘘がばれないか、内心ではドキドキしていた。味。結婚式のスピーチで、 神父の名前を間違えて恥を書いてしまった。罰。悪いことをしたら罰を受けるのは当然だ。念。辛いことがあっても笑顔で頑張るともに、尊敬の念を抱いた。本音。お酒を飲んで上司のことが嫌いだとつい本音を漏らしてしまった。弁解。 学生は試験に遅れたことを教師にいろいろと弁解した。沈黙。出席者は皆沈黙したまま下を向いていた。最初に沈黙を破ったのは野村氏だった。没頭。今、趣味の写真に没頭している。専念。勉強に専念するためにアルバイトを辞めた。 充実。充実した毎日を送っている。自立。女性の自立には、経済的自立が重要だと思う。相性。占いによると、私と彼は相性がいいらしい。共感。その歌の歌詞に、多くの若者が共感した。協調。 環境問題の解決には各国の協調が必要だ。共同。この量のシャワーは各界の学生が共同で使用している。激励。選手団を激励するために大勢の人が集まった。支援。公害の被害者を支援する団体を立ち上げた。指摘。経済評論家は 景気の悪さの原因を的確に指摘した。了解。商談が終わったら結果を電話で報告してください。了解しました。承諾。先生は学生の承諾を得て、彼の作文をみんなに読ませた。嫌がらせ。将議会で一人だけ反対意見を述べたら嫌がらせをされるようになった。 妨害。相手チームのプレーを妨害して反則になった。説得。親を説得して留学を認めてもらった。理屈。円高なのに輸入品が値上がりしているのは理屈に合わない話だ。論理。この論文は構成はいいが、論理の面で問題がある。 推理。状況から犯人を推理する。根拠。彼の話には何の根拠もない。誇張。事件を誇張せず、ありのままに書く。暗示。映画の最後の場面の音楽が、主人公の運命を暗示している。錯覚。線 A の方が、 線 b より長く見えるのは目の錯覚だ。視野。山頂に着くと360度視野が開けた。空白。日記を書く時間がなかったので3日分が空白になっている。接触。CD プレイヤーが動いたり止まったりする。どこか接触が悪いのだろうか。 交渉。取引の条件に関し、現在、A 社と交渉しているところだ。妥協。彼女は何事にも妥協しない人だ。更新。吉田選手は、レースのたびに、日本記録を更新している。生産。切符の生産をする。損害。 今回の火災で2億円の損害が出た。利害。十分に利害を考えた上で事業を起こすかどうかを決めたい。光景。富士山頂から見た日の出の光景に感動した。報道。報道によると太平洋で飛行機の墜落事故があったらしい。破壊。 爆撃によって街が破壊された。破棄。内容に不備が見つかり、契約は破棄された。対応。日本の漢語は中国語の単語と対応していないものも多い。対処。問題に対処するため、緊急に話し合いが行われた。取引。最近は、 東南アジアとの取引が増えた。独占。サッカーワールドカップでヨーロッパのチームが上位を独占した。進出。日本製品の海外進出が進んだ。進化。人間は猿から進化したらしい。一歳。火事で一歳の財産を失った。 加減。お父様のお加減はいかがですか削減。赤字のため予算が1割削減された。余分。このプリントは余分がないのでなくさないようにしてください。余地<知>。駐車場にはまだ2、3台車が入る余地がある。発言。発言が問題になった。 発行。就職活動のため、学校の成績証明書を発行してもらった。発信。インターネットを使えば、誰でも世界に情報を発信することができる。発送。最近は宅配便を使って荷物を発送することが増えた。発行。パンを作るには、焼く前に、 記事を発行させる必要がある。発育。この子は未熟児として生まれたが、現在は順調に発育している。発足。A 氏に町おこしのプロジェクト団体が発足した。確信。3対1になったとき、勝利を確信した。確定。 開票が始まって1時間ほどで新市長が確定した。確保。紛争地域では食料を確保することも難しい。確立。クーベルタンが近代オリンピックの基礎を確立した。反応。倒れている人に声をかけたが、全く反応がなかった。反射。 日光が窓ガラスに反射して眩しい。反発。厳しい親に反発して、彼女は17歳の時家を出た。繁栄<映>。国民の声を政治に反映させよう。反則。サッカーでは手を使うのは反則だ。特許。A 社は 新製品の特許を取り、大きな利益を上げた。特有。この植物には、特有の匂いがある。特定。権力は腐敗するというのは一般論で、特定の政治家に当てはめられるわけではない。復帰。半年の育児休暇の後、職場に復帰した。復 吹崖崩れで道路が通行できなくなった。復旧の見通しはまだ立っていない。復興日本は戦後数十年かけて戦災から復興した。追求。事故を起こした会社の責任を追求するため裁判を起こした。追求。若者には 理想を追求してもらいたい。追求学者の仕事は真理を追求することだ。追跡警察は警察犬を使って犯人を追跡した。手本字を習うときは手本をよく見て書くことが大切だ。手がかり新聞によると 犯人の手がかりはまだつかめないそうだ。手分け。近所の子供が行方不明になり、みんなで手分けをして探すことになった。手配。同窓会の幹事をしている。そろそろ会場を手配しなければならない。手探り。停電で真っ暗になった建物の中を手探りで進んだ。手際。 母は短い時間で夕食を作ってしまう。本当に手際がいい。人手。注文が増えているのに人手が足りないので増産できない。人目。人目を気にせずやりたいことをやりなさい。人気<と>夜は人気のない道を一人で歩かない方がよい。